HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から。こんばんは、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 の森安窓かです。番組最初は窓かの窓からの窓かの車窓から。このコーナーでは私森安まどかがインスタグラムやツイッターでお話ししたことや日常を感じたことなどを一人でお話ししていきます。それでは73回目となります。今日の話題はこちらです。福岡県浮葉市、イエーイ。はい、今日は浮葉についてね話していきたいと思うんですけど、この間初めてゆっくり浮葉の方に行きまして、福岡の南東の方になるのかな。で、結構ちょっと離れてるんですけど、市内からだと、まあ、1時間ぐらいですかね、前後ぐらいで着きます。で、すごくのんびりしてて、のどかな場所で落ち着くなぁと思ってたんですけど、私お目当てが、すごく大好きなお菓子があるんですよ。お菓子っていうか、その福岡のちょっとおしゃれな手土産みたいなのがあって、ぶどうの種っていうお店の豆炭ってお菓子がすごい好きなんですよ。で、それでじわりじわりと最近人気が出てきてるらしいんですけれども、それの本店が浮葉にあるんですよね。で、そこなんかすごいね、なんかエリアみたいになってて、カフェが2つぐらい入ってて、あとコーヒー屋さんも1つあって、で、あとお土産屋さんみたいなのとかたくさんいろんな店舗があって、そこ全体なんかブドウの種のエリアになってたんですけど、特に浮葉の中でもそこがすごくおすすめなので、ぜひ皆さんドライブがてら行ってみてください。というわけで以上、まどかのまどからのまどかの車窓からでした。まっと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 まど、今日もあなたをまどませます、FM マドカ、イエーイ。改めましてこんばんは、絶賛花粉症森安もどかです。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM マドカ、マドカのマドから、ここで今週の週替わりメンバーをお呼びします。今週はこの方です。はい、去年の4月以来10回目の登場になります、みくりんこと田中みくです。イエーイ10回目です。10回目は結構な来てますね。来てます。わ、嬉しい、うん、やった、ラジオ大好きなんですよ。あ、そうなんだ、はい、やった、キリがいいしね、10回目、はい、めでたい、ありがとうございます。はい、あ、4人目なんですね、10回目。あ、え、そうなんです。もう一番多いですか、タイ、最多タイ、最多タイよ。あ、最多タイ、もうどんどんこの調子でいっぱい来てくださいね。はい、待ってますけれども、早速メッセージの方を紹介していきたいと思います。渡辺さんネーム、田島と書いてデンジマンさんです。まどかちゃん、みくりん、こんまどか、こんまどか。先日放送された、ハッシュタグこのラジオがやばいの企画、AKB グループのラジオパーソナリティが集結したオールナイトニッポン聞きましたよ。ありがとうございます。渡辺さんネームの由来の話や、鈴木なのに渡辺さんになる話などとっても笑いました。森ママが芸能生活41年目にしてついにオールナイトニッポンに出演した時は、思わず涙がじわりと来てしまいましたね。また放送してほしいです。一時期話題になったきんぴらごぼう問題とかも各地で活躍するメンバーたちに聞いてみたかったですね、と。オールナイトニッポンのお話です、うん、聞いてくださった方ありがとうございました。はい、私出たんですけど、はい、まず AKB のオールナイトニッポンに出るのが初めてで、そうなんですね。そうなんですよ。で、 HKT として2回ぐらい出たことあるのかな、なので結構アウェーだなみたいな感じだったんですけど結構全グループの、そうそう、ね、いろんなグループの人が集まってたんですけど、もう本当になんか終始賑やかな感じで盛り上がってよかったなと思っていて、きんぴらごぼう問題は、これはなんだ、きんぴらごぼう問題ってどんなんでしたっけ多分グルメ研究所で話になったんじゃないのかな、ずいぶん前じゃない、なんだろう、あ、多分そのきんぴらごぼうの中に何を入れるかっていう、具材の話ですね。そう、具材の話、具材の話、あ、地域によって違うのかね。そう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 、なるほど、確かにそういう話とかもできたらよかったですね。うん、ぜひ、まあ、ちょっと僕もちょっとそう少し参加というか、お手伝いをさせてもらって、ありがとうございます。オールナイトニッポンの中で、はい、メルちゃんの
茶碗が始まるっていうねそうメルちゃんの回がちょっと流れた、あ私見てましたよ、見てましたってか、あのあ見れてはないんですけど、うんうん、あのツイッターの方でそのハッシュタグのやつ押した、そっかそっか実況のみたいな、そうそう森ママがすごい盛り上がってました、そう森ママも出ちゃったりしてねそう、そこら辺もねまた後で掘り下げますか、はい、先週の話でした、うん、続いて渡辺さんネーム黒猫ゴジラさんからいただきました。リクエストアワー2019でみくりんさんがセンターを務めているロマンティック描画見事第2位にランクインしましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。絶対 HKT の楽曲として初のリクアワトップ3入りを果たし、その日のヤフーリアルタイム検索でも2位になるなど、すごい。他の48グループのファンの方々にもロマンティック病の良さや魅力が伝わったのではないでしょうか。衣装も新バージョンになってのパフォーマンスだったとのことですが、何か裏話などありましたらぜひお聞かせください。はい、ね、すごいですね。ありがとうございます。本当に嬉しいですね、うん、裏話すごいいっぱいあるんですけど、うん、自分はその3位の曲のセンチメンタルトレインにも出演してたので、うん、先に、うん、あのセンチメンタルトレインの衣装に着替えてって言われた時に、うん、あれみたいなのなりましたね。ちょっと察したというか。そうなんです。だから私が多分先に着替えて、うん、メンバーの前に出たら、うん、あ、3位はセンチメンタルなん、3位か2位なんだって分かっちゃうので、ね、すぐ、あの、ギリギリまで隠れてました。あ、そうなんだ。ひっそりとひっそりと隠れて。なるほどね。こっそりしてたのね。そうなんですよ。ロマンティック病。あ、でも本当は5人なんだけど、そうなんです、ね。今回は3人だったの、ね、そうなんです。今回3人で。でもなんか、その、ひな壇で HKT のメンバーがすごい盛り上げてくれてたから、うんうん、そうだよね。そう、めっちゃ嬉しかったし、そう、衣装も新バージョンになってて、そう、可愛かった。私、それ、しのぶさんから聞いたんですけど、うんうん、その HKT の方の衣装さんが、うん、なんかどうしても新バージョンの衣装を作りたいってすごいしのぶさんにお願いしてくださってたらしくて、そのそういう感じで知らなかったので、うん、普通に新、はい、新衣装だよみたいな感じで渡されてたから、うん、改めてスタッフさんの優しさにグッときました、ね、しかも言わないところがね、また粋ですね。ありがたいですね。本当に私ロマンティック病が HKT の曲の中で一番好きかもしれない。嬉しい。めっちゃ好きなんですよ。それあれさくちゃんも言ってた。本当に好き。いつかやらせてください。はい、やってください。本当に今2人ないんで。あ、嬉しい。狙おうかな。ちょっと浮いちゃうんですよね。若手の中に入るといつかね、ミクリンの許可を取ってね、お願いします。続いて渡辺さんネーム、アミーゴイネーバジュニアさんからいただきました。まどかさん、ミクリンさん、こんばんは。こんばんは。さて、ミクリンは先日地元の熊本県で開催された熊本城マラソン2019に応援アンバサダーとして参加されていらっしゃいましたね。寒い中でも沿道から大きく声援を送ったり、防寒のポンチョを配布したりと、走者の皆さんにたくさんの元気と笑顔を届けていたミクリンがとても輝いて見えました。本当に最高でした。それとミクリンと同じく熊本県出身の石川さゆりさんとのトークショーも楽しく見させていただきました。ありがとうございます。僕は今年から大学生になり地元を離れてしまうのですが、ミクリンのようにいつまでも、地元への感謝の気持ちと愛を忘れずに生きていきたいなと強く感じました。当日の感想などよろしければお聞かせくださいと。お、うん、熊本城マラソン、はい、お疲れ様でした。 ありがとうございました。嬉しい。地元仕事やっぱ嬉しいですね。そうだよね、はい、確かに。でも当日すごい寒くて朝が1度で、そうなんですよ。でそっから暖かくなって4度ぐらいが最高だったんですよね。暖かくなって4度4度ぐらいが最高で、でも、まあ、マラソンする人にとってはちょうどいいっていうか、確かに暑かったらね。そう、応援する側はちょっと寒すぎましたね。本当に寒かったです。そうなんだ。石川さゆりさんとのトークショー、うん、お二人と、あと熊本市長の大西さんという方と、お、3人で、3人でめっちゃ緊張したんですよね。すごいステージですね。そうなんです。これまたなんかもう大御所さん方だよね。本当にめっちゃ緊張しちゃう、ね、緊張しました。でも優しかったですね。あ、よかった。
無事に終わったということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、というわけで F 窓では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp 郵便は郵便番号 810-8575 F 窓宛て、毎週いただいたメッセージの中から採用不採用に関わらず2名様に持っていたらとっても役に立ってとってもご利益がある番組会員証をお送りしています。ぜひ一度番組ページの方をご覧ください。そしてツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグエヘマド、綴りはハッシュ記号に続けてアルファベットの F ひらがなで窓です。ハッシュタグエヘマドをつけてツイートしてください。特に実況中の皆さんよろしくお願いいたします。まどどどどどどどまどどどどどどまどかなまどかなまどかな。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から田中美久がお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。続いてはこちらのコーナー、森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活41年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよ、久しぶりみくりん。久しぶりです、久しぶりこんばんみくりん。こんばんみくりん。あ、森ママ、こんばんみくりん。こんばんみくりん。ありがとうございます。今日ちょっとかすれ声だからちょっといい感じに馴染んでる、ね、酒焼き。そう、酒そういうことにしたか。酒焼き。森ママ身がね強い。今日届いてますか。はい、届いてます。お願いします。はい、渡辺さんネーム OG リバーさんからいただきました。はい、森ママ、芸能生活41年目にしてオールナイトニッポン出演おめでとうございます。ありがとうございます。まどかちゃんが AKB のオールナイトニッポン出演時に AKB グループのラジオを紹介するという形で F まどが紹介されましたが、まさか森ママで登場してくれるとは。メンバーさんのお悩みも的確なアドバイスでいつもと変わらぬご活躍、渡辺さんとしてもとても嬉しかったです。買った喜んでくれて、本当になんかもう出張した甲斐があった。森ママ、うん、すごく盛り上がってました。盛り上がってた。盛り上がってました。ハッシュタグ見た。見ました、ハッシュタグで。はい、このラジオがやばい。まさかね、すごい殴り込みでしたよね、日本放送に。本当に嬉しい。その苦節41年かけてもう頑張ってきた甲斐があった。ありました。じゃあ続いて行きたいと思います。はい、渡辺さんネーム KS さんからいただきました。はい、森ママこんばんは。ママ、僕は一人暮らし10年目なのですが、最近は自炊するのがめんどくさくて外食かお弁当ばかりです。正直食費だったり健康的にどうなのってたまに思っちゃいます。森ママは自炊するとかご飯は作りますか。自炊ね、最近料理頑張ろう期間なんですよ。おすごい。そうだから、まあその忙しくてお弁当の日とかも、うん、なんか最悪一品っていうか、まあ、お味噌汁だけは作ったりとか、もう意識が高いしてますから、もう絶対、まあお弁当だけとかさ、外食ばっかりとかなると、うん、やっぱね偏るからね。そうですね、うん、栄養がなんだろうな、めんどくさかったらもう本当に鍋とか、あ、鍋とかだと本当にもう切って入れる。うん、確かに。うん、私そのなんか余ったりしたら、うん、結構翌日とかにも回したりするから、うん、鍋おすすめ。もう鍋いいですね。まだまだ、うん、寒いしね。森もも意識高いですね。はい、じゃあ続いて渡辺さんネーム松千代さんからいただきました。はい、もうすぐ私フルマラソンに挑戦します、うん、ちなみに初めてではないです、うん、とはいえ 4,5 時間一人で走るわけですから、うん、何か時間つぶしが必要です、うんうん、ただイヤホンなどを耳にはめて走るのは好きではないので、うん、頭の中で曲を流しながら走ることになります、うん、その選曲を森ママにお願いしたいです。え、ちなみに昨年のレース終盤はアイドルの王者が繰り返し頭の中を流れていました。アイドルの王者なのね。意外とそうですね、ノリノリな感じ。確かにアイドルに命をかけて。あ、ちょうどいいのかな、このいいですか。確かにペースにね、ペースにちょうどいいんですかね。やっぱりね、そのレースっていうことだから、うん、まあ、自分との戦いですよ。そうですね、だからもう強めな曲がいいと思うのね。何がいいと思いますか。もうリバーとか、リバーもうマンモスとか、まあ、そう、もう強めな曲でもう自分の中でセットリストを考えたらいいんじゃないかな。1曲目からもうぶっ倒れるまでから、ぶっ倒れるまでから始まって、もうガンガンな感じの曲を。いいですね。はい、イケイケゴーゴーで。ということで森ママからでした。はい、はい、ということで森ママありがとうございました。はい、メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム横浜のマドラー水谷右京さんからです。桃の節句があるんだからメロンの節句も作ってよ。
プンプン。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から森安窓かと田中美久がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、窓かのダジャレクラブ、イエーイ。私2代目 FM 福岡ダジャレクイーンの森安まどかと HKT のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむというコーナーです。 F まど会員証まどかなー by 郵便屋さん、どうですか、いいですね、かりますか、まどかなー、あ、まだかなー、そうそう、なるほど、まど会員証まどかなー、まだかな、かわいい、待ってます、うん、今日はですねちょっと趣向を変えた感じでお送りしていくんですけども、はい、渡辺さんネーム枝豆先輩からいただいています。まどかさん、みくりん、こんばんは。こんばんは。今週のメンバーみくりんは伝説の番組 HKT ビンゴで様々なお笑いにチャレンジするも数々滑りHKT ビンゴライブではうちわの滑り地獄の絵柄になってしまいましたよね。はい、懐かしいね。そこで今更ながらではありますが、ここでもう一度お笑い過去大喜利ネタにチャレンジして、リベンジしてみてはいかがでしょうか。それでは気になるお題はこちらです。先日新種の生き物ホグラパオレゴイブが発見されました。この生き物の最大の特徴は何、何これ、さあ張り切ってチャレンジしてみてください。ホグラパオレゴイブ、ホグラパオレゴイブなんだよこれ架空すぎますね確かに、ありがとうございます。難しいな、大喜利でしょ、うん、思いつきました、はい、お、じゃあお願いします。はい、口から枝豆がいっぱい出る枝豆先輩だからそうなるほど、でもいい感じの滑り出しじゃないですかお、なんだ、おお、まあまあまあ、ぼちぼち、難しいよねこれ、難しいですね。ホグラパオレゴイブは最大の特徴でしょゴジラしか頭に出てこないなんかほんとそんな感じのさそんな感じ名前だよね、うん、え、なんだろうな、うーん、はい、じゃあ行きますできるかな、最大の特徴はニュースで新種の生き物などでたびたび流れるんですが、アナウンサーがちゃんと読めたことがない。あー、いいですね、ぼちぼち難しい、私もねちゃんと読めないしね、ホグラパオレゴイブ、うん、じゃあミクが、はい、お、はい、じゃあ閉まるかなこれ、はい、閉まりますじゃあお願いします。体全体が枝豆でできているあくまでも枝豆引きずるね枝豆よかったよかった、あ、すごいすごい、お、すごい、あの妥協してくる優しい、はい、暗号さん優しい、ありがとうございますはい、以上もう大盛り上がりのまどかのダジャレクラブでした。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。送り先のメールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 HKT 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと田中美久がお送りしています。さて続いてのこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦、イエーイ。FM のリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目はアイドル、頭脳は大人、そのアメ探偵まどか、いいですねみくりんのテンションハイテンションで、はい、渡辺さんネームコアスプレンダーさんからいただいています。まどかちゃん、週替わりメンバーのみくりん、こんばんは。こんばんは、こんばんみくりん。トスと大分が所属するサッカーの J1 リーグが先週22日23日に、福岡、長崎、鹿児島、琉球が所属する J2 リーグが24日に開幕、さらに北九州と熊本が所属する J3 リーグが3月9日、10日に開幕します、うん、このサッカーの J リーグのようにアルファベット一文字プラスリーグという名称で行うスポーツ競技が増えてきました、うん、それでは以下に挙げる丸リーグは何の競技のリーグなのか当ててください、はい、ということで6問いただいてますね。まず1問目から、
V リーグ、うん、V リーグってなんだ、うん、なんだろう、V から始まるスポーツですよね。どこと関わりがあるって言いましたっけ。佐賀です。佐賀、ヒント、じゃあ一文字目一文字目はね、ババスケットボール。うん、バスケは違いますよね確か。ミクやったことあれ、一回なんかそういう仕事やったことあるけど違うアルファベットでした。バから始まるスポーツなんだバネットを挟んで、あ、はいはいはい、あ、どうぞどうぞ一緒に言おうじゃん、せーのバレーボール。おー、バレーボールじゃない、バレー感。V リーグってやった、はい、あの佐賀に久光製薬っていうのがあるんですけど、はい、今の日本代表の監督されてる中田邦さんは、監督される前は久光製薬で監督をしてたんですよ、はい、じゃあもう実力がすごくあるんですね。もともと実力あるんですよ。あの中田監督が入ってさらに飛躍した感じにはなっていますね、知ってる知ってる、強豪ですね、うん、じゃあ2問目いきたいと思います、はい、2問目、B リーグ。はい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 。え、 B リーグ、 B から始まるやつ、B、え、はい、え、いいですか、じゃあお願いします。バスケット。あー、 B リーグが、はい、そう、でもバスケなんだね。そう、あのお仕事させていただいた時にいろいろ調べて、あ、その関係でね、知ったんだ。バスケット、そう、福岡はライジングゼファー福岡がいますんで、だから福岡に関わりがあります。なるほど、そういうことか。3問目ちょっと分かんないんですよね、ここら辺から難しくなってくる、3問目です。 F リーグF リーグ、ふーファファファとかありそうですよね。ファ、なんかそんなスポーツないか。フェ最初の一文字はフです。フファンリーグとかないですよね。フでしょ、だってフ、あ、分かった、フットボール。おー、え、なんだろう、フラダンス。フラダンス。え、フットサル。あ、すごい、よかった、やった、適当に言った。フットサル、すごいすごい、ミクリン正解率嬉しい。でもあ、まなちゃんが、うん、あのフット何ですボール、ボールって言ってくれたから。え、フットボールはないんですか。じゃあフットボールは J リーグになるでしょ。サッカーか、あ、確かに、サッカーもしくは、まあ、サッカーが J リーグだし、まあ、ラグビーはトップリーグになるので、あ、ラグビーはトップリーグになるんですか。そう、ラグビーはトップリーグって言い方するんです。では4問目です、はい、T リーグ、 T、 T リーグ、え、 T リーグってさっきのですか。違います。え、違うんですか。それとは違いますよ。え、なんですか。かぶってるじゃないですか。じゃあ、あ、 T リーグとは言わないんだ。言わないです。あ、ラグビーが、はい。え、なんで、どういうこと。全く違う競技のリーグです、これ本当ね、去年とかじゃない、去年一昨年ぐらいから盛り上がってきてるんで。立ちつてと何がある、卓球。おー、そうなの。え、日本語ありなんですか。卓球、まあ、ね、英語で言うとテーブルテニスですよね。ああ、まあ元々はまあ大体卓球っていう、卓球の T ですよね。え、すごい、そういうことか。そう、去年確かリーグ化したんですよ。あ、そうなんですね。だから去年ぐらいから T リーグという形でプロの選手みたいな形で入ったりするようになったんですよね、すごい、卓球でした。じゃあ残るは2問ですね、5問目です、はい、X リーグ、 X リーグ、これね、ヒント書いてるんですけど読み上げていいですか、はい、5番はエクセレンス、エクスパート、エクサイティングと3つの X のイニシャルだって。どういうことだこれ。あの、これですね、このリーグの基本活動理念みたいなところの中にこれが書いてあるんですよ。あ、そうなんですか、はい、書いてありました。これ、あ、じゃあもうちゃんとしたテーマっていうか、そう、 X リーグはこれを目指してますっていうところを書いてるんですけど、ちょっとこれだと分かりにくいので、まあ、簡単に言うと、まあ、
あのヒントとしては、はい、まあすごいいかつい感じのスポーツですね。いかつい、あのはえあ、あのー、え球技ですか？球技ですよ。球技でいかついって言ったらラグビーじゃないの？いやそれに近いですけどね。プロレスとかじゃない？じゃないです。いかついあ、エクセレンスでエクスパートでエキサイティングなんだよ。最大の特徴としては、はい、体にいろんなものつけますよ。え、何そんなの見たことない。え、ヘルメットとか。いや、あ、ミクこれかもって思ったんだけど。そうだ、名前出てこない。あの今マネージャーさんが言いました。え、アメフト。あ、いやちょっと頭に浮かんできたけど名前全然出てこなかった。アメフトね。はいはい。あ、すごいスッキリした。あ、なるほど。確かにいかついてた。確かにそうですね。ヒント。面白い。これじゃあ最後の6問目いきたいと思います、P リーグ、こちらも同じような感じで、キュート、プリティのキュート、パフォーマンス、パッション、パワー、パーフェクトというその5つの P から成り立っているそうです、これもちゃんと活動理念として書いてるんですか？はい、書いてます。掲げてるんですね、はい、すごい。この中でね、一番キーになるのが、パーフェクト、ちょっと待ってくださいね。パーフェクトって言ったら、パーフェクトっていう言葉が出てくる競技といえば、言えば新体操。あ、新体操。あ、女性がやるやつですか？ですかね。え、あのなんだっけ、あの、え、水の中でやる。あ、ね、そう、水泳のやつでしょ。なんだっけ、なんて言った。アーティスティックなんだかかんとかじゃないですよ。ヒップホップとか。もう全然違うけど。パーフェクト、でもなんかみんなで揃える系競技っぽくないですか？そうだよね、あれかと思った。え、違います、個人戦です。個人戦、あ、わかった。フィギュア。あのあれ、あ、違うな、さっき言いましたもんね、くるくるするやつ、まあ、ヒントとしては、はい、ボーリング。ボーリング桑田さん。すごい。そうなんですか。じゃあ一つずつおさらいしていくと、はい、1問目の V リーグはバレーボールでした、はい、バレーボール、バレーボールリーグ、で2番の B リーグがバスケットボールですね。で3番の F リーグがフットサル、4番の T リーグが卓球、5番の X リーグがアメリカンフットボール、6番の P リーグが、あ、女子ボーリング。あ、男子ボーリングは違うんですか？じゃあ違います。え、何リーグなんですか？なんか特に聞いたことはないんですけど。え、でもリーグ、女子は P リーグという形で女性のプロだけが集まったリーグがあるんですよ。へー、面白い。こんななんか細分化されてるって知らなかったです。キュートキュートキュートって書いてあるから。キュート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 プリティだもんね。プリティ。へー。だからパーフェクトっていうのが。なるほど。それ演技的なものかと思ってた。数字ですね。数字の方なんです。結果の話か。結果パーフェクトっていう300点っていう。そうか。あ、でもパフォーマンスもやっぱ、関係あるんですね。あるんですよ。あの、よくあの真夜中にこうやってるんですよね。見たことある。なんか結構皆さんこうすごい可愛らしい感じで、ボーリングされてらっしゃいますけど、皆さん実力はもう折り紙付きな方ばかりですから、ね、すごいな。あ、なるほど。そこら辺がプリティでパフォーマンスが大事、まあ、パッション、パワーはね、そういう気持ち的なものもあるでしょう、ね。まあ、本当最近あのそういうアルファベット1文字プラスリーグっていうのは結構多いので、ね、多いんですね、こんなにあるって知らなかったな、ね、知らなかった、なんかまたさ、ニュース番組とかスポーツ番組見るときに楽しくなりそうですね。必ず出てくると思いますよ。ちょっと意識してからちゃんと見てみようと思います。素敵な問題ありがとうございました。ありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さん、ネーム、名古屋の40代ダンディさんからです。ミクリンは熊本三重市、メロンちゃんはメロン重視。 WHAT
HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から森安窓かと田中美久がお送りしています。続いてはこちらのコーナー F 窓グルメ研究所、イエーイ。このコーナーでは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いてへーと言っていきます。まず渡辺さんネーム村重推しのレッドコメットさんからです。まどかちゃん週替わりメンバーのみくりん、こんばんは。こんばんは、こんばんみくりん。あくまでもこんばんみくりん、ね、こんばんみくりん。村重推しのレッドコメットでございます。自分は熊本に住んで長いのですが、だって、うん、いざ住んでみると有名な食べ物からしれんこんだったり馬刺しだったりを思ったより食べてないことに気づきました。馬刺しなんかは住んでいない時の方が食べていたと思います。まどかちゃんやみくりんは地元にいるのに食べないまたは食べなかったものとかありますか？うーん、私あります。何？からしれんこんなんですけど、うん、小学生小6で HKT 入ったんですけど、それまで辛くて食べれなかったんですよ、うん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 、で今はもう福岡の方に家があるから、うん、最近になってやっと食べるようになりました。食べるようになった、はい、いや私からしれんこん食べれないまだからし苦手なんですよね。本当ですか？なんかでもあんま辛くないのもあるんですけど、うん、あ、そうなんだ。すごい辛いのは辛い。あ、やっぱお店っていうかそこによって違うんですね。味もちょっとずつ、うん、馬刺しは昔から食べてた。食べてましたね、うん、普通にあの家とかに出てました、馬刺し。それは他の県だったらやっぱあんまないですよね。ないです。うん、珍しいと思う、まあ、出てから気づくみたいなのもありますよね、その県を。うん、ね、確かに。ここ来て気づくこともありますしね。私逆にちゃんぽんとか食べてなかったかもしれない。あ、そうなんですか、うん、そうなんですか。わざわざ、そう、わざわざそのやっぱ中華街とかになると、はい、なんだろうな、本当に特別な時とか、うん、あとやっぱ観光客の方が多いから、そうそう、観光しに来た人たちが食べるみたいな、行くみたいなことが多いから、お仕事で帰った時とかにたまにスタッフさんと行ったりはするんですけど、うん、私カステラ大好きなんですけど。お、カステラ。カステラってどうなんですか、食べるんですか？カステラもやっぱり贈り物とかお土産の方が多いかもしれないかな。なんか日常的なお菓子っていうよりちょっと高級な感じのお菓子っていう。あ、そうなんですね。そうそう、だからあんまり家では食べないかもな。意外とみんなあんま食べない。そうだね、地元のものあんま食べないのかもね、うん、でもさ、福岡の人はさ、もつ鍋とかさ、確かに食べるじゃん。食べますね。水炊きとかさ、ラーメンも食べますよね、うん、ソウルフード。なんかね、違うんですかね。違いますね、なんかちょっと。まあ、美味しいものたくさんね、九州あるんでね、うん、皆さんぜひいっぱいね、来て食べてください。続いて渡辺さんネーム、ホワイトベッセルさんからです。まどかさん、週替わりメンバーのみくりん、こんばんは。こんばんは。こんばんみくりん。グルメとはちょっと忘れちゃうんだけど、グルメとはちょっと違うかもですが、今回はガムについてのお話を、はい。近年ガムの売上高、消費量が減っているそうです。そうなんだ。主な要因としてはグミやタブレット商品、おつまみ系お菓子商品など、ガムと競合する商品の多様化、うん、コンビニのレジ回り商品ではガムよりコンビニのセルフコーヒーの方が安価で手に取りやすい、スマホの普及により暇つぶしにガムを噛むという人が減ったなどがあるそうです。私は通勤車中、片道約1時間でよく味持続系のガムを噛むのですが、皆さんはガムを噛んだりしますか？またガム以外のものを含めて好みの味とでありますか？だって、うーん、あ、ガム以外でもいいのね。なんだろうな、私ついさっき食べてたんですけど。ですよね。そう、でも本当にマネージャーさんにそうもらってありますかって言ってから1年ぶりぐらいに食べたかもしれない。私もあんまりあの食べない、あんまり噛まない。確かに自分で買って食べるってことはないないですね。なんかでもお仕事の時にガムとか置いてありませんか？確かによく楽屋とかには置いてくださってたりするかな。何が好きかな、味。あ、でもね、ブルーベリーのガムとあと梅のさガムあるじゃん、乗ってのあれめっちゃ好きなんですよ。私もです、一緒、全く一緒。なんかさ、味濃いめじゃない、ちょっと。そう、それがなんか、そうそうそう、味持続ってわけじゃないんだけど、うん、短時間ですごい濃い味だから。わかります、わかります。短期集中系。あれ美味しいですよね。美味しいですね。ガムだったらあれが好きかな。私もです、一緒、うん。タブレット、まあやっぱタブレットとかがねが楽ですよね、うん、そのなんて楽。ガムって一回出さないとダメなんだけど、出さないといけないからね。楽ですよね、うん、かなと思います。
はい、皆さんの推しガムも教えてください。今日も素敵なラジオをありがとう。Hey! FM マドカ。イエーイ森安まどかと田中美久がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。あっという間にエンディングがやってきてしまいました。早いですけれども、まだまだメッセージを紹介していきます。はい、渡辺さんネームひっしーさんからです。新年恒例の AK ビンゴのラッキーランキングが今年も発表。去年は1位にビビアンが輝き、HKT48 の間で話題になりました。今年は最下位にミクリンがいろんなことが気にかかってしまう、怪我病気に注意ということで、今年はサッシー卒業、エースのさくらとナコちゃんが韓国での活動で不在。ミクリンにかかるプレッシャーは相当なもの、気にかかってしまって当然です。ランキング発表時、そばにいた花ちゃんは最下位は逆に持ってると語っていましたが、確かにミクリンは持っていましたね。ゆくえスターアワーではミクリンセンターのロマンティック病が2位、さらに48グループ、46グループの次世代メンバーのみで構成された坂道 AKB 選抜に HKT48 からミクリンが選抜入り。持っているミクリンにはいい意味で占い結果を裏切ってもらいたいなと思いました。うん、確かに最下位だったんだよね。最下位だったんです。悲しい。すごい悲しくて、でちょうどその収録の時、なこちゃんとかさくちゃんがもういないってなってたりの決まってちょっとすぐとかだったから、もうメンタル的にズタボロだったから、めっちゃ泣いて。5人選ばれて最初前行くんですよ。まだ上位か最下位かもどっちか分かんない、どっちかのね。その時点で泣いて出した。その時点で泣いてた。あ、そうなの。え、それ予感があったの？え、わかんないんですけど、なんか不安すぎて、あ、もう緊張、緊張で泣いちゃってた、ずっと。やばかったですよ、ね。そうですか。まあまだね、その2月、これ3月かな？はい、あ、2月のね、まず2月終わりですけれども、不運な、なんか実感ありますか？ついてないな。あ、でもちっちゃい怪我するようになったんですよね。え、なんかどうする、え、怪我病気に注意。そうなんですよ。でもそれ去年も言われたんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、例年並み気をつけなきゃなって思うのと、でも一個と続きで今年。そうだよね。そうなんですよ。幸先いいよね。スタートいいですよね。がもう当たらないと思って頑張ろうって思って。あ、なんかその去年最下位りんちゃんで、岡部りんちゃんだったんですけど、いいことソロコンサートやったりとか、確かにそういいことしかなかったとか言ってたから、まあ、当たらないと思って。そうだね、こんだけメンバーいてね、そうですね、本当に最下位って逆にも本当に持ってるよね。花ちゃんが言った通りすごい、ね、レアだと思うんで、はい、1年頑張ってね。はい、頑張ります。続いて渡辺さんネーム宮崎の一太郎さんからです。まどかちゃん、ゲストのみくりん、こんばんは。こんばんは。こんばんみくりん。まどみくの F まど、めちゃくちゃ楽しみにしていました。やったー。みくりん、リクアワのロマンティック病第2位、ジュアルデイズの選抜入りおめでとうございます。ありがとうございます。今や HKT のエースと言って間違いないみくりんの活躍はいつもチェックしています。また先日は地元熊本でのイベントもお疲れ様でした。ところでミクリンといえば、ショールーム配信で解明タイムをされていますよね。自分も3度解明してもらいました。すごい。この解明タイムというのは、いつから考えたんですか？また解明はどのようにして決めていますか？よろしくお願いします。以上、ただのメガネからでした。これはおそらく私が解明しました。解明後ですね。解明しました。これどんな企画なんですか？これはあのショールーム配信っていうアプリでの配信してるじゃないですか。それで、ね、その私がそのファンの人のもともと決まってる名前を変えてしまおうっていう、企画で、私がそのどうやってファンの人の名前決めるっていう感じなんですけど、基本はアバターとか、あ、なるほどね、たり、あと元の名前とかけたりして、なんかもともと決まった由来が、ミクのファンの人ってミクと一緒でネガティブな人多いんですよ。そうなの？そうなんですよ。意外、意外で、だから新しい人生を歩んでいこうっていう意味を込めて、もう心機一転ね、心機一転にしようと思って、今までの自分は捨てて新しい自分になろうっていうことで、だからその本当に虫になったりする人もいるし。え、虫ってなっちゃうの？はい、あのミミズとか。え、かわいい。ナタリスみたいですし。
その新しい人生ミミズなの、あの冷蔵庫とかになったりする人もいるし、そうなんです、冷蔵庫として生きてるのかな。なんです、いろいろ考えてるんですけど、でももともと知ってるファンの人だったら、その顔見た、うん、その特徴とかで言ってるから、ね、分かるからね、この方はちょっとただのメガネ、メガネだ、メガネかけてる、メガネかけてる。え、じゃあ解明してくださいよ。あ、まどちゃんはですか、うん、そう、配信中だと思って、まあ、そうですね、うーん、新たな人生みたい、豪邸美人ブランド。どういうこと。どういうこと。すごい、なんかさ、え、どういうこと。あの、豪邸に住んでそう、豪邸、美人だから美人、でもブランド級 の、 あの綺麗さというか品のある感じなので、それ全部合わせちゃおうということで、うん、豪邸美人ブランド。なんかさ、あの変な翻訳機使ったとか、ね、全然訳せてないみたいな感じの、まあ、でもあの響きがいいので、はいはい、じゃあぜひたまに、じゃあ豪邸美人ブランド、豪邸美人ブランドやっていきたいと思います、はい、続いて渡辺さんネーム、ゆずパパさんからです。まどかちゃん、みくりん、こんばんは、かめ。こんばんは、かめ。まどかちゃんが登場するヤフーライフマガジンの記事を見ました。ありがとうございます。保護猫カフェを取材した記事で、保護猫カフェが取り組んでいることや、可愛い猫の写真や可愛いまどかちゃんの写真がふんだんに使われていて、とても楽しい記事だったのですが、その記事の中に聞く覚えのあるフレーズが、そうです。まどかちゃんは猫使いとして紹介されているではないですか。以前 F マドに猫使いとメールしたら、まどかちゃんに全力で否定されましたが、記事にはしっかりと猫使いと書いてありますよ。改めて猫使いの称号獲得おめでとうございます。ありがとうございます。見ました、私も。わー、嬉しい。かわいかった。ここ猫カフェ行ってきたんですよ。初めて行ったんですけど。あ、そうなんですね。そう、すごい楽しくて、あんなに人懐っこい感じで来てくれると思わなかったからびっくりしたんですけど、保護猫カフェとか猫カフェ行ったことある？あ、猫カフェよく行きますよ。あ、そうなんだ、はい、猫ちゃんも好きなんだ。好きなんです。ただ私、うん、あの犬も飼ってて、うんうんうん、でも犬と猫どっちもアレルギーなんですよ。え、それえ、犬さ、え、クリーンとイブでしょ、はい、結構暮らして長いよね。長いですね。だからたまにあのチューとかされたら、うん、結構アレルギー出ちゃうんです。結構しんどくない？しんどいです。でもまあめっちゃひどいってわけでもないので、 あれなんですけど、でも大好きだから、大好きだから犬飼っちゃうし、猫カフェも行っちゃう。そう体も大事にしてください。体大事にします。そうなんだ。めちゃめちゃ面白い。すごい矛盾してる。猫使いの話なんですけど、猫使いってすごい、そんなメールありましたね。確かにだいぶ昔ですけど、猫使い、じゃあたまに猫使いとして、たまに豪邸ブランドとして、うん、はい、美人ブランドとして、今日はいろいろね、うん、ニックネームがついてよかったです、うん、はい、という感じでお送りしてきたんですけども、みくりん、もうなんか言い残したこととかないですか？ないです。あ、また遊びに行きたいなって思います。ぜひぜひ、11回、はい、12回と来てください。もうみくりん結構多い方なんです。本当になんか安定してていいよね、みくりん。安定してハイテンションだから嬉しい。変わんない、昔から多分変わんない。6年目にして、うん、本当だね、6年目か。そうですよ、6年目感なさすぎるね。ないですよね、なんかもう未だに全然なんかフレッシュ感、若手いけますよね、多分、うん、まあ、やっぱ年齢もね、まだね、うんうんうん、でも高校生か。そう、高2なんです。すごい早いですね。私だってもう今年でオールナイトニッポンとかも出れちゃうんです。おじゃあぜひ次もね、いい次一緒に出れたらいいなと思います。そっか、もう大人目なんだね。そうなんです。楽しみです、これからが、という感じで F モードでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。各コーナー宛てにもぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、お相手は森安まどかと田中美久でした。バイバーイ、また来てね。はい。